液体のね質が全然違うんですよ。バーテン上がって、で次どうしようかっつって、まあじゃあカウンターに入る仕事で紹介してもらって行ったのがその大会のサルバトールで、でカウンター入った時にドンってなんかでかいなんか熱いのが置いてあったの、めちゃくちゃ熱いボディの M32 チンバリとの出会い。初見の時のチンバリっていうのはいじるところがなかったわけだよね。温度も変えるのにもなんかバルブをひねんないと温度が上がんないとか、ただそれが何度かっていうのも確認できない。22、3年経ってね、これM200 いろんなその機能だったりテクノロジーの進化で今となっては自分の意識の中では調理器具。このマシンのいいところはあらかじめ設定ができる、うん、まあ、温度は随時変えられるんだけど、一杯のエスプレッソを落とすのにレシピ作れるのね。昔のマシンは抽出を始めたら吸気圧一気にかかってでエスプレッソが落ちてくる、まあ、大体30秒ぐらいで抽出を止めての一杯のエスプレッソ。ただこれっていうのは抽出時間が30秒、じゃあ最初の5秒蒸らしを入れましょうっていう設定がプログラムでできる。じゃあ5秒蒸らして、その後6秒目から吸気圧に上げて、そういうコントロールが1秒単位でできる。過去にはもう絶対なかった機能だから、最初は使っててこれで何が変わるのかなってすごく半信半疑でやってみたんだけど、ね、いざでも使ってみると液化させないように抽出を最後までできる。圧力だったり温度を調整することで、だからうちのエスプレッソって50秒から1分かけて抽出してるのね。だいたい30秒ぐらいの25秒から、でも1分かけてこのバスケットの中の温度が94度を超えないようにグラインダーのメッシュ細かくして豆をちょっと多めに詰めることで、95度でお湯がここにボンって当たってもその瞬間に温度って2度ぐらい 2.5 度から3度ぐらい下がる。そうするとバスケットの中お湯が浸透した時まだ92度ぐらいで、それをじっくりじっくりお湯が抜けないように豆の引き目とかをコントロールすることで最後までドロッとした液体を抽出することができる。そうだから液体の質がうちは多分違うと思うね、うん、これはもう完全に自己流だね、うん、だから他のマシンでは絶対にできないことだと思うし、うん、そういうところは使ってて面白いし、今まで自分がやってたのと違うやり方とかで圧力変えたり温度をちょっと低くしてみたりとかするとやっぱりその一杯のね、同じ豆使って同じグラム数で抽出してるのに表情は変わるんですよ、うん、ああメンテナンスね。例えばだけどいきなり液晶の画面がシャットダウンしちゃって消えてしまったってなったらもうお手上げなんだよね。こっちは FMI さんって日本全国に支社があるんで、何かあった時に連絡すれば早ければもう即日対応してくれるし、輸入元の FMI さんの存在っていうのはすごく大きいなって、うん、感じますね。そうマシンは今現段階で多分テクノロジーの進化で来るとこまで結構来てると思うんだけど、やっぱユーザーのバリスタの僕らが自分たちもテクノロジーとともにこう進化していかないとこのマシンの進化についていけない。そのためにはこのマシンのいいところとか悪いところとかをちゃんと自分が理解した上でやっぱこっち側が提案していく感じなのかな。それが今後のマシンの進化の次への一歩なのかな。だって別にこのキャパだったらね、ワングループだって全然どうにかなっちゃうじゃん、客席も少ないけど。でもあえてやっぱ2連使うっていうのはやっぱコーヒー やるんだったらエスプレッソね、やっぱこれだよね。